ガイナーレへようこそ対談企画、FC 岐阜から加入しました長嶋英史です。 FC 岐阜から加入しました石川大地です。カメラマンの梶作です。今回は私が2人に質問をしていきたいと思います。いろいろ組み合わせの候補はあったんですが、やっぱりこの2人はこの組み合わせだろうということで、今回は既存選手なしで進めていきたいと思います。ではまず二人の共通点といえば岐阜コンビ。岐阜、はい、岐阜コンビで、はい、ちなみに何年一緒にやってたんですか。大地が途中でレンタル期間があるんで、正確には2年半くらいですね。2年半ですね。シーズン的には3シーズン。そうです。そうですかね、はい。早速石川選手からじゃあ長嶋選手の紹介と、長嶋選手から石川選手の紹介をお願いします。まず人柄のところで言うと、極度の人見知り極度の人見知り、それはただの人見知りじゃなくて極度の人見知り、それはもう両方だいや極度の人見知り、あと人間観察が大好き。常に人を見て研究してるじゃないけど、常に人を 見てるっていう印象があります。まあ、プレーは、まあ、すごい繊細で、こうゴール前でもアイデアがすごいありますし、まあ、シュートもすごい上手で、まあ、攻撃のすごいアクセントになる選手かなと思います。じゃあ長嶋選手から見た石川選手はどうですか。大地君は同じく人見知り、まあ、僕ほどじゃないかもしれないで、まあ、マイペースですね。すごく何にも動じないマイペースさを僕は持ってると思うんですけど、去年あの岐阜時代キャンプで同じ部屋だったんですけど、あの朝とかもあんまり、いや急いだ方がええのになって心の中で思いながらも、あの結構マイペースに進んでる感じでしたね。いやもうちょっと急いだ方がいいんちゃうみたいな、全然パス出る、言わんかった、パス出ますよみたいな感じで、みたいな感じでゆっくり靴下履いてるイメージああなるほど。プレー面はあのフォワードで、まあすごいやっぱりターンとかめっちゃうまいし、ゴール前でのアイディアとかシュートとか、このチームでもトップクラスですし、ゴールバンバン取るんじゃないかなと思います。結構いろんな一面見れたんですけど、勇士はずっとパソコンでお笑いとか見てるんですよ。お笑い好きなんですか。お笑い大好きです。だからもうなんかイヤホンしても自分の世界ずっと入ったんです。でもちゃんとタオルでこう見えへんように感じたんですけどねちょっとたまに声出てる時があるんで笑ってて、その時とかはあ、こいつ絶対お笑い見てんなっていうのはありました。はずいな見られてたじゃあちょっとそこに繋がるかもしれないんですけど、岐阜でのその2人のエピソードだったりなんか思い出もあるし、まあ、2人だけじゃなくても、まあ俺がちょっとまた思ったことっていうか、こいつやっぱ変わってんなと思ったところがあって、アウェーの移動の時に新幹線乗るじゃないですか。で新幹線乗って大体みんなこの携帯で YouTube 見たりとか、まあ人によっては読書したりとかもあるんですけど、なんか有志絵描いてるんですよ。ありましたね。絵描いてるんですよ。絵描いてる時期あったわ。しかもめっちゃちっちゃいなんかあのノートみたいなやつに絵描いてて、でどんな描いてんだなと思ったらめちゃくちゃうまいんですよ。それがまた、いや絵自体は下手なんですけど、なんかあの携帯で見て、それなんですか。あ、描写っていう、描写っていうんですか。それすんのはまってて、一時期岐阜のなんかあの自粛期間に一人なんか一人ずつ YouTube 撮ってみたいな、はいはいはい、あってなんかもう絵描いてくださいみたいな感じで言われて、それで誰がリークしたのか分かんないですけどだから僕が絵を描いた YouTube も多分まだ残ってるんじゃないですか。本当ですかそんな時期もありましたね。でも俺後ろから見ててこいつやっぱ変わってんなと思いながら、リークしたんじゃないですか。大地くんから YouTube やらされた新幹線の時に書いてるのはバレてないと思ってましたねなんか メモ帳みたいなやつでなんかいっぱい書けるじゃないですか、これぐらい暑いから、はいはいはい、失敗してもすぐ書けるから、だからでっかいのもあったんですけど、それはあの新幹線の中じゃなくてホテル着いてから書いてましたね、アウェーの。え、持ってってたってことじゃん。持ってってて、そうなんだ。でそれでミーティングギリギリ遅れかけてギリギリ間に合ったんですけど、そんなのあった。お前何してたんって言われて、じゃあ絵描いてバリかその時めっちゃハマってた学生時代その美術で成績悪くて、じゃあ本当に美術で
留年するんちゃうかっていうレベルの下手さって、そうなの？なんかそのいきなり書こうと思ったのは夢になんか、下手でめっちゃなんかいろいろ言われるっていう夢を見て、なんかあれ俺ちょっとエロ努力せなあかんかもしれへんなって急に思い出して、その時なんですよね。で変わってるってめっちゃ言われますね。一番変わってるっすもん、本当に。第一番やっぱりそのさっき言ったマイペースがね、すごいめっちゃマイペースなんですよね。え、言われないですか？いや、まあ言われないことはないけど、あの練習枠のジョグする時とかも最近はあれなんですけど、あの走ろうみたいなやってくるんですけど、なんかあれもうあそこいるみたいな、え、もうあそこもう半分ぐらい走ってるやんみたいなのが結構あるんですよ。気づいたらもうなんかピョンってマイペースな一面を多分これからも多分見せていくんじゃないかと思いますけどね。全然自覚はないんですけどね。じゃあガイナーレに移籍を決めた理由とか話せる範囲で教えてください。まあ去年対戦してすごいいいイメージがあったんですね。あのそのサッカーのスタイル的にも自分のやりたいスタイルにマッチするし、まあ、このチームでやったらうまくなれるんじゃないかなっていうのはすごいあったので、オファーいただいた時に結構即決で、まあ、決めさせていただきました。まあ、僕もほとんど被っちゃうところはあるんですけど、やっぱ去年対戦して、まあ、前期は勝ったんですけど後期はもう負けていて、まあ、その試合を見てもやってもすごいこうトップリーチームだなっていうのを肌で感じてたんで、それでいた自分がこう鳥取のチームに入った時にもっといいものをこう鳥取のいいものを引き出せるんじゃないかなっていうのを思ったので決めさせていただきました。じゃあお互い以外で仲良くなったなと思う選手が、この選手はよく喋るかもっていう人とかいますか？家が近いんで糸原と一回ラーメンで行ってました。次は焼肉っすね、最近結構言われてます。めっちゃねだられそうですね。僕は純也とついこの間寿司食べて、なんで純也と結構まあ、 あの出身もなんか同じ北関東なんですよ。北関東なんかあんまりいなくて、そこでちょっと共感する部分が結構あったんで、それでよく話すことがありました。じゃあ鳥取県の印象は？鳥取といえば砂丘っていう、多分誰しもが多分思うことだと思うんですけど、うん、それが一番最初に来ました。何しますか？いやもうあまりにもかぶりすぎて、この間あのたけるくんに砂丘覗いた鳥取のイメージ何って聞かれて、めっちゃ迷ってカニですかねって言って、大山とか知らんかったなって言われて、本当何にも知らなくて、全然鳥取のこと知らんなってその時めっちゃ思って、いとこのおじちゃんが鳥取出身 で毎年あの僕実家京都なんですけど、京都で会ったりして、その後そのまま鳥取にあのその親戚が行って、東京なんで東京に帰るらしいんですけど、で鳥取行ってるってよく聞いてたんですけど、鳥取って何あんねやろっていつもその時思っててめっちゃ失礼ですけど。まあでも今のイメージは、まあ、今も積もってますけど、やっぱ雪ですね。昨日とかと、いやマジで怖かった、マジで怖かったな。で練習あんのって思いました。いや本当、鳥取来た瞬間これ練習今日ないわないわと思って、ね、言うだったら絶対ないですよ。こっちに来るときにまずタイヤどうするかっていう問題ありませんでした？あったあったあった。え、チェーンいるみたいな。そうそうそう、チェーンいるぐらい振るんかなみたいなのもあって、あの聞いたもん、なここの中の人に、あ、チェーンいりますか、チェーンとかなんかいるものあるんですかみたいな。まあでも最低限スタッドレスは履いておいてくださいみたいな言われて、あ、やっぱスタッドレス必要なんだって思って、タイヤハマったりしました？そこでハマりました。え、ハマ、ちょっとハマってて、ゆうやとじゅんやがめっちゃ笑ってまってハマってるとこ見て、大志君もうちょっと前出した方がいいよ、もう前出した方がいいよって思って、これは前出そうと全然動かないですよ、じゃもう動かないわって言ったらめっちゃ笑ってました。あんなん現実で起きんねやと思って、もう夢の世界と思ったもん、あの雪でこうタイヤがガーッてなるやつ、ちょっと焦るよな、木の糸がそこでなんかギューンってなってて、こんなほんまに起きんねやと思って。じゃあ趣味とかってあったりしますか？ここ最近はずっとコーヒー飲むのがすごい好きで、めっちゃ飲んでます、朝昼まあ言っても朝昼ですけど必ず。何しよう、僕プロ入って
7年目なんですけど、なんか趣味見つけようって1年目から考えてて、ギター買ったりなんか絵描き始めたりとかいろんなことやってるんですけど、定まんなくて、結局でもなんか休みの日に一番幸せやなと思って、なんかフルーツ食べたら一番幸せなんですよ。フルーツでくい。だからこの辺でいいフルーツどこで売ってるかなっていうのを調べてます。今ギターやって絵描いて、ミスチル好きなんですけど、ミスチルのライブ DVD を一時期めっちゃ集めてて、でそれを見るっていう休日を過ごしたんですけど、まあ、それも一通り終わってフルーツにたどり着きました。ある意味多趣味かもしれないですね。ちょっと広く浅い感じ、いろんなとこにちょっとずつちょっとずつかじってちょっとずつかじってどこもちょっと定着しないっていう状態で、ね、では最後に今シーズンの意気込みとサポーターの皆さんへメッセージをそれぞれお願いします。今シーズンは J3 優勝して J2 昇格するのが目標なので、その目標を叶えるために一試合一試合一戦必勝で頑張って J3 優勝したいと思います。サポーターの皆さん応援よろしくお願いします。まあ、J3 優勝っていうのがチームの明確な目標としてあるので、そこに向かって自分の持てる力を全部出して頑張りたいと思います。まあ、今年はシーズンおそらく開幕多分3月14日からスタートできると思うんで、そこに向けてまずしっかり準備していきたいと思います。でサポーターの皆さんにはできるだけ多くの勝利を届けて、笑顔になってもらえるように頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。